まあ、うちは築地松露という卵焼き専門店なんですね。寿司用の卵焼きなんですよ、これはね。だそういう、まあシャリの上に乗せてお醤油もつけないでそのまま食べてくださいねっていう、そういう要するに握る時間に合わせて冷ました状態で、まあ、常温というかなと、あの食べるというかね、板前さんが握るそういう時間に合わせて作ってる、そういう味付けなんですよ。特徴はって言われますとね、茨城にある、養鶏場なんですけど、そことの、まあ、契約してましてね、まあ、うち用のあれで共同開発した卵なんだけど、卵だね。だそういうのを使って、焼いています。だからみんなね、どれもみんな同じだろうって卵は皆さん思われてるんだ。みんなあのそれぞれ仕入れ先も違うし、そういうことですね。はい、毎日やってます。まあちょっと時間的にはね、9時半過ぎぐらいになっちゃうんですけど、そういうことでね、築地に来て思い出にしてもらうっていうか、楽しんでもらおうかなって遊びですよ。ということを今やってます。